二刀流大谷翔平、自己ワースト4被弾も大量援護で日本人最多8勝目。打者としては3四球で全打席出塁、チームは4連勝。エンゼルス大谷翔平選手が21日日本時間22日の本拠地パイレーツ戦に2番投手兼 DH で先発。4回に2者連続本塁打、5回にもツーランを被弾し、さらに6回にもソロを浴びて自己ワーストとなる1試合4被弾という結果となりました。今季初めて打撃が売りの28歳捕手タイス選手とバッテリーを組むことになった大谷選手。タイス選手はこれまで68試合で6本塁打、23打点、打率2割4分9厘と打撃力に定評のある強打のキャッチャーです。今季の大谷選手はこれまでにオハッピー選手、大きい選手、ウォラック選手とバッテリーを組んでいて、5月15日からは10登板にウォラック選手が先発マスクをかぶっていました。しかしウォラック選手は44試合で6本塁打、12打点、打率2割で、7月は安打が出ず打撃が不調なこともあって、直近ではタイス選手がメイン捕手になりつつある状況です。ネビン監督は試合前取材の中で、翔平が個人的に気に入っている捕手はウォラックだ。だけど今週のタイスの攻撃、守備の両方を非常に気に入っている。ウォラックは今打撃で苦しんでいる。タイスは毎日試合に出場する権利を手にするだけの活躍を見せている。もしプレーオフの試合なら、タイスが捕手で出場する。守備でも結果を出しているし、誰とでもバッテリーを組める力はある。彼は攻撃の要になっている。と説明していました。また、大谷選手は前回14日のアストロズ戦において右手中指の割れた爪の影響を指摘されていることもあり、制球が心配される中、ネット上では、確かに打ってくれる方がいいけど、パスボールとか大丈夫かな、大谷選手のストレスにならなければいいけど、最近あれだけ打撃面で差があってもウォラックを使い続けてたってことは、やっぱりタイスのキャッチング能力が問題視されてたんだろうし、今日はとにかく後逸しないことを祈る。タイスもコンバートとかで捕手としての実績が積めず大変だっただろうしな。大谷もちょいちょいとんでもない球投げるから大変だろうけど頑張れ。といったタイス選手のキャッチング能力などに心配の声もちらほらと出ている状況でした。そんな心配の声があった中、大谷選手は3回まで毎回の5奪三振という素晴らしい立ち上がりを見せます。しかし、4回1試走者なしからチェ・ジマン選手に高めに抜けたスライダーを翼席へ運ばれて先制ソロを許すと、続くデイビス選手にも同じような球を左翼席へ打ち込まれてしまいます。4日のパドレス戦で6回ノーアウトからボガーツ選手にツーラン、続くクロネンワース選手にもソロと、プロ初の2者連続弾を浴びていた大谷選手ですが、この1ヶ月で再び連続弾を浴びることになってしまいました。4回に自身はフォアボールで出塁すると、モニアック選手のタイムリー2塁打やムスタカス選手のスリーランで一挙5点と逆転したものの、直後の5回にスウィンスキー選手にツーランホームランを浴びて再び1点差に迫られます。それでも5回にはネト選手とウォード選手がホームランを放つなど、味方打線が援護し3点を追加。立ち直りたい大谷選手でしたが、6回先頭のデイビス選手に2打席連続となるソロを浴びてしまい、これで自己ワーストの1試合4被弾となってしまいました。それでも勝ち越しは許さず、7回途中まで5失点で8勝目の権利を手にして降板した大谷選手。打撃では初回の1打席目、6試合連続となるフォアボールを選んで出塁しました。2点を追う4回裏先頭の2打席目もフォアボールを選び、続くモニアック選手のタイムリー2塁打で激走、一気に生還しました。5回の3打席目は2番手左腕ヘルナンデス選手と対戦し、 MVP コールも起こる中、空振り三振に倒れたものの振り逃げで出塁。8対5で3点リードの7回先頭で迎えた4打席目は4番手左腕ペルドモ選手と対戦し、再び MVP コールが沸き起こる中、カウント 3-1 から相手投手のピッチクロックバイオレーションでフォアボールとなって出塁しました。これで直近10打席で7フォアボールという結果となっていますが、
安打は出ていない大谷選手。試合は大谷選手の降板以降、ループ選手、ムーア選手、エステベス選手とつなぎ、無失点でゲームセット。8対5でエンジェルスは連勝を4に伸ばし、大谷選手も今季8勝目を手にしました。ネット上では、低めに多く投げるのは仕方ないにしても、あれだけ変化球を連投すると合わせてくる。高めに浮いた1球を確実に仕留められたりと、メジャーのレベルの高さが分かった。内角高めのフォーシームが少ないように思えたんだけど、ストライクゾーンを広く使うって側面で考えたら怖いけど必要なのかな。解説でスプリットが少ないと言っていたけど、爪の影響もあるんかな。あとは走塁の時にも体が重そうだった。後半戦もきっと休まないんだろうなぁと思いつつも、ちょっぴり心配です。打者としては覚醒レベルで打ちまくっているが、投手としては非常に厳しいというか、自己最悪とも言えるシーズンになっている。もはや三振覚悟で甘い球を待つという攻略法が完全確立されてしまい、バカスカホームラン打たれるようになった。三振は取れているは相手の戦術通りで、もはや奪三振数は慰めにならない。加えていつ発生するかわからないフォアボール問題もある。ここ3試合は先発が試合を作っていたので、大谷にも期待したが、やはり思い通り投げられていない様子。爪なのか、キャッチャーとの相性なのか、パイレーツもスライダー系を狙ってましたね。ただ打線は頼もしい。ネトとモニアックは絶好調だし、ウォードも復調傾向。ムスタカスはここぞという場面でさすがだったと思う。目立たないけど4つ全て出塁してるから地味に良い活躍だぞ。投げる方が今日は冴えなかったから活躍とは言い切れないだろうが、仲間が打ってくれる時はこういう勝ち方があっていい、といったコメントが上がっていました。大谷翔平の獲得に1対7トレードを提案。元 MLB 選手、野球史上最も興味深いものになる。コンオフにフリーエージェントとなる大谷選手。それだけではなく、8月1日が期限となるトレードについて多くの論争が起こっている状況です。そんな中、大谷選手を獲得するために必要な対価について衝撃の予想が大きな話題を呼んでいます。米 MLB 専門局 MLB ネットワーク公式 YouTube チャンネルは、翔平大谷獲得に必要なのはとのタイトルで動画を公開。出演したゴールドグラブ賞3度の元 MLB 選手ハロルド・レイノルズ氏は、ドジャース、ヤンキースなど資金力豊富で明らかに獲得競争に参戦している球団は除き、大谷選手のトレード獲得に乗り出す可能性のある球団として最初にレイズを挙げました。レイノルズ氏は、必要なのは大量のプロスペクト、有望な若手選手だと断言。なんと MLB 公式サイトのレイズ球団内プロスペクトランキング1位から5位の選手と、タージ・ブラッドリー投手、ジョシュ・ロー外野手の計7選手を対価と予想。彼らはワールドシリーズにあと少しまで迫っている。彼、大谷は到達の助けになるだろうか。もちろんだと語りました。そして次に候補として挙げられたのはジャイアンツ。こちらも同プロスペクトランキング1位から5位の選手に加え、パトリック・ベイリー捕手の放出を想定。最後に紹介したマリナーズも同様で、1位から5位のプロスペクトにブライス・ミラー投手を含めていました。レイノルズ氏は、大谷はトレードされるのかされないのか、これは野球史上最も興味深いものになるだろうと興奮気味に語っていました。この異次元ともいえる1対7の衝撃トレード案について、ネット上では、いくらプレーオフ争いに必要とはいえ、 FA 間近の選手に対してチームのプロスペクトランキング1、5位を手放すことはないと思うけど、それくらい必要だって話題になることがすごいよね。 MLB はワールドシリーズ制覇が最終目的なので、目指しているチームにプロスペクトの保有は関係ない。仮にプロスペクト上位5人が試合に出てもワールドシリーズ制覇はできないし、目的が達成できるならば手段として大谷を選ぶのが普通である。ファンもそれを望んでいると思う。1対7ってすごいけど、その7人って結構ギャンブルだよね。エンゼルスに来る前の年に126打点で、エンゼルス在籍4年間で111打点という
お休みがちな選手を高額で獲得してしまったという前例があるからね、といったコメントが上がっていました。大谷翔平、ナ・リーグ球団へトレードでもタイトル獲得、米メディアが大胆予想、同じ年に両リーグ MVP になるかも。一方で、大谷がトレードされる可能性もあるが、ナ・リーグの球団に移籍すると受賞を期待されているア・リーグ MVP を逃す恐れがある、といった指摘が現地では多くされています。しかし米メディア、ドジャースウェイは逃すどころか両リーグ MVP もあり得るという大胆予想を発表し、話題となっています。すでに2年ぶりのア・リーグ MVP を受賞するとの見方が強くなっており、同時にア・リーグ本塁打王に輝く可能性も高まっている大谷選手。しかし8月1日日本時間2日の期限までにドジャースなどのナ・リーグの球団へトレードされると、それらの個人賞は他の選手の手に渡ることになるかもしれない、といった指摘は非常に多く出ています。しかし同メディアによると、これまでのメジャーリーグの歴史の中で受賞に値するような素晴らしいシーズンを送っている選手がトレードされることはほとんどないというのです。加えてシーズンの半分だけでリーグ最高の投手やリーグで最も価値のある選手になる可能性もほとんどないと論じています。ただし1984年にディック・サトクリフ氏がシーズン途中にシカゴカブスへトレードされた後、満場一致でサイ・ヤング賞を受賞した過去もあるとして、大谷選手もシーズン後半戦だけでナ・リーグ MVP に輝く可能性はあると主張しました。それだけでなく、所属していないリーグへの投票を明確に禁止するような記述は投票規則にないとして、大谷選手がア・リーグ MVP を受賞する可能性も残ると伝えています。その上で、大谷がトレードでナ・リーグのチームに移籍した後、最後の2ヶ月でさらに調子を上げ、ナ・リーグ MVP にふさわしい活躍をするという予想はどうだろう。つまり彼はエリート打者であると同時にエリート投手にもなれることを証明するのだ。もしかしたら彼は同じ年にア・リーグ MVP とナ・リーグ MVP にもなれるかもしれない、と大胆な予想も展開していました。ネット上では、シーズン前にルール改正なかったからこればかりは仕方ないね、 DH も守備シフトも変わったけどさすがにリーグをまたいだ成績まではトレード話ばかり湧くけれど、大谷さんは今年いっぱいはエンゼルスにかけるのではないかな。栗山さんを信じ仲間を信じた時と同じように、旅立つ時は契約期間が切れた時だと思う。ア・リーグでも MVP、 ナ・リーグで MVP、 夢があるけどそんな漫画みたいなこと、さすがにそれは難しいな。でも漫画以上のことを幾度となくやってのけてきたユニコーン大谷翔平の手にかかれば、これも難なくやってしまいそうな気がするから怖いわ、といったコメントが上がっていました。